百州武道具店の動画。みんな待っててね、カタログ送るからね。こんにちは、百州武道具店の動画です。始めますか。おー、今日は攻め方の動画やりたいんだけど、ちょっと聞いてください。剣道上手な人、視野に強い人、必ず全員がよ、全員があることやってるんです。それはお互い構えた時に剣先と剣先を合わせてカチャ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 やってるんですよ。さあ質問です。このカチャカチャっていうのは一体何をやってるんでしょうか。じゃあ答えです。最初のカチャ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 、この剣先をカチャカチャするっていうのは、実は相手のことを知ろうとしてるんです。剣道っていうのは必ず自分がいて相手がいます。だから相手のことを考えずに自分勝手にどん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 打っていっても必ず相手に避けられるんです。なんでかっていうと、相手も打たれるの嫌だから本能で避けちゃうんですよね。だからこっちは必ず打つ前に相手のことを知っとかないといけないんです。知っとくっていうのは相手について調べるってこと。何を調べるのか。この人はここが強いなとか、ここが弱いなとか、そういうことを調べるんです。難しい言葉で言うと、攻撃の糸口を探るってことです。攻撃の糸口を探るっていうのは、例えばこの人はここから攻めると良さそうだ、あの人はあそこをやってああやって攻めれば良さそうだっていうことを、試合の中、特に最初のこのカチャカチャの中で見つけ出すんです。そしてこの最初のカチャ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 の中で一つ見つけたいことがあるんです。それは相手の手元の硬さなんです。なんでまず相手の手元の硬さを調べるかというと、手元が硬いか柔らかいかでやることは変わってくるんです。硬い相手にはこう攻める、柔らかい相手にはこう攻めるっていうのがあるんです。面白そうでしょ。手元の硬い人、手元の柔らかい人、両方います、両方います。でも自分だったら、自分がやる分には絶対手元は柔らかい方がいいです。柔らかい方がいい。これなんでかっていうと、手元が柔らかくしてないとすぐに打てないんですよ。力が入ってると絶対出遅れます。だから自分がやるには手元を柔らかくしておく。その上で相手の手元が硬いか柔らかいかを見極めるってことね。市内の剣先で相手の剣先を触れてカチャカチャやって、相手の手元の硬さを調べます。まずは相手の手元が硬い場合、硬いっていうのはどういうことかというと、カチャカチャ押したりするとすぐに戻ってくる、押してもすぐ戻ってくる、押してもすぐ戻ってくる、こういうボヨーンと戻ってくる、手元硬い、手元バネ人間のことを手元が硬いって言います。手元が硬い人にはどう攻めるか。表からカチャカチャやります。押してみる、すぐ戻ってくる、押してみる、すぐ戻ってくる、押してみる、すぐ戻ってくる力を利用して逆に小手が当たります。ポイントはやっぱり相手がバネ人間なんで必ず戻ってくるんですよ。戻ってくる力を利用してすかさず小手と。だから手元が硬い相手に対しては払い技なんていうのはあんまり効きません。竹刀をしっかり握ってるわけだからね。次は相手の手元が柔らかい場合、柔らかい場合っていうのはどういうことかというと、相手の力がすごく抜けててリラックスしてとても上手な人の場合が多いです。その場合どういうことになるかというと、剣先で相手の竹刀の剣先をちょんちょんと押してみたとしても、スルッと押してみても、裏から押してもスルッと戻ってこないんですよ。上手にいなされたりします。相手の手元が柔らかい人、こういう人は上手です。厄介です。どうやって攻めるでしょうか。例えば一つのやり方っていうのは、表側から相手の竹刀を払う、もしくは打ち落とす、そして竹刀が戻ってくる前に面、裏からもできますよ。裏側から竹刀を払うこともできます。裏側から払い払い、そのまま面、裏側から払い面っていうこともできます。いかがでした。今日は相手の手元の硬さを見ようっていう話でした。竹刀と竹刀、剣先でカチャカチャやる、押したら竹刀が戻ってくるのか戻ってこないのか、それで相手の手元の硬さが分かるって話でしたね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。